はい。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 何日まで続くんだよ。でかかつて美少年のドアップから始まる動画をこのチャンネルで見たことがあっただろうか。いや、ない。自分で疑問投げかけて自己完結すんなや。でかこいつ誰だよ。弟。です。お前これ以上架空の家族増やすなって言っただろ。誰が誰だかわかんねえよ。説明いたしますと。お前が説明するんかい。まずお母さん。青のお母さん鬼なのね。そしてお父さん。いろんなところで見た顔だな。そしてそれを綺麗にしたのがこちら。そして出来上がったのがこちらみたいに言うね。全然出来上がったー。いやいや左のお母さんとお父さんもこれはこれで需要があるんだぞ。そして姉の玲子に、今回初登場した。弟の高志かっこかりだ。名前決まってないんかい。なんでこの二人からこんな美男美女が生まれたんだよ。まあ家族構成はこんな感じだな。まだ増えそうで怖いわ。俺何回も LINE してるのになんで返信くれないのさ。え、だってあんなん1秒ごとに送られてくるから。姉ちゃん小学生の時に取られた3万返してよ。なので通知を振ってました。通知を振ってんじゃねえよ。え、小学生の時の3万。そんな記憶はないんだけどな。俺のお年玉だよ。あ、それお母さんだよ。うん、きっとそう。いや違うね。俺覚えてるもん。これは一生続くやつですね。もしそうだったとしてもお姉ちゃん3万も今持ってないし。はいい歳してみーとかよ。こっちまで耳が痛くなってきた。じゃあさ、親父の会社で働けばいいじゃん。あ、あの仕事は向いてなくてですね。めっちゃ器物損害してたよな。いや親父また新しい事業に手出したらしいし、責任者もまだ決まってないって言ってたから、もしかしてうまくいけば責任者任せられるんじゃない？いや、コネ入社はもう。あ、聞いてくださいよマリサさんとフランさん。こいつ小学生の時に。その話はやめろ。じゃあ親父の会社で働いてきて俺に3万返してくれるな。おお、わかった、返してやんよ。お、よく来たな。やっぱ何回言っても慣れねえ。新しい事業を始めたと聞いたのですが。お、情報が早いな。さては高しかっこかりだな。どんな事業なんですか？引っ越し業者が身内の中から責任者を選出したいと思ってるんだが、まだ決まってなくてな。霊夢、お前もチャンスあるぞ。はい、頑張ります。そこの隣の黄色いのも一緒に面倒見てやるから働いてて。はい、頑張ります。社内案内の映像も作成したからよかったら見ていってくれ。これは、いろいろなゲームをゆっくりたちの日常に当てはめ、ゆっくりたちの日常を観察する、ドキュメンタリー映像である。Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the Smooth Moves family.This is your first step to becoming a certified furniture, arrangement, and relocation technician. You're probably asking yourself, Gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This is great luck. You're in 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 luck.やんのかこら、そこ、研修中に喧嘩しない。あぶねえだろ、椅子を振り回すんじゃねえよ。早く待て待て、おやめろって仕事中だぞ。早く抜けって言ってんだろが。はいということで研修スタート。まずは物を運ぶ作業をやってもらおうか。はバカにしてんですか。物ぐらい誰だって運べんだよ。ちなみに青いのがレインで赤いのがフランです。紛らわしいな、楽にしとけや。おやおやフランちゃん、荷物はいない誰でも物なんで今配達する必要があるんだおい。かわすな。なんでお前らはすぐ手を出すんだよ。ハイタッチだから痛いっつってんだろ。お前らマジでいい加減にしろって。はいー。はい、指定の場所に荷物運び終わりました。やったかよ。研修終わるまでに私の喉がやられちまうわ。B でジャンプ。普段そこでジャンプしても意味ないですよ。見てなくていいところばっかり見てんなよな。次は同僚と協力しよう。だ、重い荷物は協力しないと運べないから仲良くやれよな。同僚は仲間でもありライバルだ。いいから仲良くやれっての。うんしょ。よいしょ、うんしょ。よいしょ、はい、楽勝、楽勝。次は物を投げる研修だ。え、お客様の荷物をお投げになるんですか？え、ブラック企業じゃん。荷物を投げるなんてすごく抵抗。おやー。全然抵抗してねえじゃねえか。お前よくそんな抵抗なく投げれるな。おやー。いい投げっぷりですよ、フラン。次は二人で協力しながら投げる研修だ。今のお前らなら何の抵抗もなく投げられるだろう。抵抗ありありですよ。霊夢本当に投げるのか？そうですね。やっぱやめとこう。おやー。一気したりじゃねえか。これが研修だというならやるしかないじゃないですか。あ、割れ物が降ってきますよ。これは怪我したら大変だからな。近づかない方がいい。いや、何そこで傍観してんのよ。落ちて割れる前に拾うんだよ。そんな状況引っ越しであります？間違えて2階で落としたものを下でキャッチする研修だ。そんな限られたシーンの研修なんかいらねえよ。霊夢早くしないとお客様の荷物がどんどん割れていくぞ。霊夢の給料から引かれることになります。はい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 、取りましたー。それをケアー。また割れるだろうが。あ、くっくっ、前でリンタできる。気持ちがいいぞ。これハイタッチじゃなくて本当にリンタだったのかよ。リンタの項目必要あった。お前らの場合ただただ喧嘩になりそうだよな。おら、おばけこの野郎。これが終われば研修は終了だ。楽勝だったな。本来の引っ越し業者さんに謝れ。こんなやり方したら即クビだよ。おいフラン、お前頭からなんか出たぞ。興奮したら出るしような。はい、研修終了。前回登場したポメラニアンよりもお前って褒められたぞ。皮肉を言われてんだよ。
納得はいかないがこれで行くよ。私の車に乗せろよ。お前で今無理よ。お前で今無理よ。お前だ。しょうがないよ。やりたくない。聞いてよ。おい、仕事の依頼だ。今回はホリーの家に出動だ。ホリー引っ越すの？聞いてないんだけど。何？ホリー知り合い？知らない。あのなんなんだよ。今回は 1LDK のお部屋のお仕事だ。あの、報酬の話が一切出てないんですけど。そうだぞ。そこら辺どうなってんだ。そういうところは忘れない奴らだよ。一人当たり日給1万円だ。ってことは1日どんなに働いても1万円ってことですよね。まあそうだな。定時ギリギリまでこの現場で粘ってやりましょう。そうだな。二軒目とかだるいしな。飲み会に誘われた若者かよ。ダイナミック侵入。ダイナミックすぎんだろ。だってもうゼリー引っ越すんでしょ。ホリーじゃないだろ。プレスオブザワイルドの幼少人でかダイナミック水付きしてんじゃねえよ。いやもうベッドでかすぎて窓から出すしかありませんわ。だからって窓を割るやつがいるかい。研修ではそのように学びました。ろくな研修じゃなかったもんな。フランここは一旦投げましょう。よし来た。そんなにあっさり受け入れんなやお客様のベッドだぞ。必殺フライ返し。いやネーミングがダセんだよ。だいたいフライ返しってのはこれのことを言うんだよ。マリサそれどっから持ってきたの？お前らのツッコミやるにはいろいろ小道具を持ち歩いてんだよ。よいしゅうとうで。よしレイム。大きい荷物から積み込むぞ。そうですよね。最後の方になったら積み込めない可能性ありますもんね。研修で教えてもらってないのに一番重要そう。あの研修で学んだのは張り手の仕方だけだったな。いやそんなことはねえよ。研修で学んだのは暴力だった。ヤホーニュースになりそうだからやめろ。たくさん積み込めるようになるべく端に寄せましょう。変なところで几帳面出たよ。霊夢はいつも几帳面ですよ。よいしょ。痛い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 。挟まってる挟まってる。はいこれでオッケーですね。よしじゃあ次に大きい株を運ぶぞ。やばい、本物の業者みたい。本物の業者は窓割って侵入したりしねえんだよ。霊夢そんなに几帳面だったか。霊夢それはもう十分端っこにあるぞ。あとちょっとずれてる。あ、ちなみにこの時間内に終わればボーナスがつくぞ。それを早く言え。フラン急ぎますよ。いやいやフラン反対側行って。あ、霊夢が行けばいいのか。いやこれでいいんだよ。いやだから戻れって。あ、フランまた頭から何か出ましたよ。パンかなんかが焼き上がったんだろ。フランってトースターだ。やだ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 。背中にテーブルの角当たって痛いから。トースターなら硬いから大丈夫でしょう。トースターは頭の部分だけなんだよ。体は人間なんだよ。めんどくせえな。体もトースターにしとけや。硬そう。そんなことよりフランも持ってベッドの横に運ぶぞ。かしこまりました。よし次だ。次は冷蔵庫だな。冷蔵庫なら一人でも持てるな。任せたわ。おかしいだろ。成人男性でも一人で持てねえわ。いやコンセントコンセント。生え抜けました。やり方が乱暴なんだよ。あ、フランこっちパカパカ鳴ってるから。でも今更持ち帰るの面倒だろ。パカパカくらい我慢しろ。いやでもこのパカパカに指挟まったら労災だし、この会社労災使ってくれなさそうだし。パカ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 言いたいだけだろ。いいからこのまま投げるぞ。ワイの指どうにでもなれや。お前今兵したろ。は？は？こんなところで兵するわけないじゃないですか。ジャンプした時に力入って出ちゃったんだろ。は？そうやって人になすりつけるのやめてくれません。じゃあリプレイで見てみましょう。あーやめろやめてくれ。てか一人で冷蔵庫持たせてるってどういうことよ。もうパカパカがパカパカでパカパカなんだわ。パカパカしか言ってねえじゃん。あとは一人でも持てるような荷物ばっかりだからどんどん投げ入れてけ。いやだからこっちはまだ冷蔵庫動かしてんだよ。あーモードは開きっぱだけどいいか。そこまでやったんならリプレイでちゃんとやれや。これはお客様の荷物でバスケやんな。ここからシュートできたらスリーボーイバスケの邪魔すんなよ。ボーイバスケ人だよ。あんなの誰でも入るわ。引っ越し引っ越しさっさと引っ越し芝靴。いやそれ相応のおばさん。はい、ボーナス時間までに運び終わらなかったのでボーナスが下がりました。てかフランが自分の頭運んでるぞ。いいだろ、トースターがトースター運んだって。しかもちゃんと入りきってないんだよ。あ、霊夢重たそうだな。冷蔵庫を一人で運んだ私ならこのくらいどうってことないですよ。どれどれ私がやろうか。いっつってんだろ。変なとこでやってますアピールすんなや。今陰に人事担当の人いたって。はいフラン行きますよー。手のひらくるくるじゃねえか。あ、これは霊夢が乗せておきますから。いやいや私が乗せておきますから。いや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 れわお前ら人事の人見てるからって空回りしてんだよ。これで霊夢たちの今後の人生が決まってくるんですから。そうだぞ、ニート脱却のチャンスかもしれないんだぞ。フラン二人で運びましょう。同僚が協力し合ってるところを見せつけてやろうぜ。めっちゃ見てる。いやあの人もなんであんなわかりやすく見てんのよ。隠れる気ゼロだろ。じゃあ霊夢はそっち側。いや楽楽お前らことごとく行き合ってねえな。よし行くぞ。ガッテンせーの。おやー今のは功労買いましたね。荷物投げてる時点で低評価なんだよ。よしあとはサクッと運べそうだな。今日の用務終了。配送お願いしまーす。体も鍛えられて一石二鳥。いい汗かいたよ。椅子を壊しかけて冷や汗かいたよ。評価はブロンズだったからボーナスで1000円プラスだな。やりましたね。どうだった？久しぶりの仕事は。いやもうバッチリよ。もしかしたら責任者に選ばれちゃうかもしれないわ。あ、そのことなんだけど。マリサが責任者に選ばれたー。あ、だから今のバイト辞めてそっちに移ろうと思ってる。ヘッドのハンティングだよ。霊夢に任せなかったあたり親父も見る目あるじゃん。いやでもマリサがそっちの会社で働いてくれれば今よりも給料上がるんじゃねえか。マリサ応援してる。頑張ってこいよ。
あ、サンキュー。今日では3問もらったから帰るわ。